無人加工とは法令に基づかない教育施設のことである。学校教育法において学校は第1条、専修学校は第124条、各種学校は第134条に規定されているが、無人加工はこれらの法的な根拠を持つ教育施設以外で何らかの教育を行っている施設のことを指す。また、その他の法令に、 定めがある教育訓練施設や学校教育法に基づく学校等以外で免許や資格の取得のための養成施設も通常は無人加工と呼ぶことはない。無人加工は小規模な教室や学習塾などに多く見られる。また、外国人向けの教育施設やキリスト教の教、役者養成施設、外国の法令に基づく 大学等の日本にあるキャンパスや文校についても、日本では無人化校であることが多い。無人化校は、無人化とはいえ、教育そのものを行うことは当然自由であり、認可があることを誤認させるなどの行為をしない限り、合法である。しかし、各種学校や専修学校に相当する規模を持つ、無人化校は、公立の場合は、都道府県の教育委員会、私立の場合は、 都道府県知事により、先週学校や各種学校の認可を申請するべきことを勧告されることがある。申請を行わなかった場合や申請をしても認可を得られなかった場合は、教育を止めることを命じられることもある。これは、先週学校、各種学校と無認可校とが、学習者に混同されて無用な混乱を防ぐための処置であり、具体的な裁量は、 都道府県教育委員会と都道府県知事に一任されている。ただし学校としての規制を嫌い、認可申請を行わず、あえて株式会社等の組織として運営する場合も一部、ある。幸福の科学系のハッピーサイエンスユニバーシティのように、大学として開校を目指したにもかかわらず不認可になったために、無認可校として開校した例もある。なお、 法令に基づく学校その他の教育施設ではないため、通学定期券を利用することはできず、日本学生支援機構等の奨学金制度は対象外となり、仮に卒業したとしても、公的に学歴として認められないケースがある。よって、進学や就職に伴う法的メリットが期待できないマイナス面があるため、選択する際には注意が必要である。無人加工は、 学校教育法の第一条に定める学校の名称を使用してはならず、かつ大学院、専修学校、各種学校、高等専修学校、専門学校の名称を使用してはならない。もし使用した場合は、10万円以下の罰金に処せられる。そのため、学院、スクール、アカデミー、カレッジ、専門校などといった名称を多く使用している。 また、犬中東部という名称のフリースクールもあり、学校を入れなければ流推できる名称でも、問題とされていない。ありがとうございます。